十二神勢ぞろいかと思いきやネズミがいねえな。バックレアの陣ですら来てるってのにな。ネズミはクズだな。モラウやノブでは役不足。役不足の使い方間違い。東ゴルト関連でてんやわんやだよ。いや参った参った。なんでおめえが当然みてえに仕切ったんだ。あれお気に召さない。みんなより少しだけ役職上だし、そこそこまとめ役もできるし。いいからおめえが司会続けろ。素直に仕切りてえって言えよクズが。もちろん不満が出たらその都度審議にかけましょう。ぶち殺すぞガキが。皆さん合わせて11票ですよ。たかだかね。僕なら弱者の痛みがわかる。そういう会長になります。18人。じゃあこの数なんだかわかるか。ハンターにとって消息不明は変死よりよほど異常なこと。不幸な数字だね。胸が痛むよ。俺がジジイの意志を継ぐ。僕お見舞いに行こうかな。ああ喜ぶんじゃねえか。行けよ。あいつは死なねえ。それはてめえが言い出したんだろうが。どうなってんだてめえの頭。こいつのペースに巻き込まれるとことがどんどんややこしくなりやがる。そして第三者にその中から無作為に選んでもらう。ただ誰の案か分かるようにくじに名前は書きましょうね。投票者が誰か分かってしまう記名式ではパディストンが絶対有利。というわけでビーンズさん、この中に12枚の紙が入っています。選ばれたのはジンさんです。こいつはパリストンとは違う意味で厄介。それでも決まらない場合、順次人数を半分とする。投票者は必ず名前を記入すること。無記名は無効とする。これだ。こいつは自分が楽しむことしか考えねえ。書かなかった。深くね。ちょっといいですか。くじ引きで決めるのは投票方法だったよね。恐ろしい。ありがとうございます。ジジイの動画見たぜ。ああ同じものが置いてありますよ。そうかならいいや。4つ、いや8つだな。数日後には十二神が全員ここに集まるだろう。そして他の連中から見れば6分の5になるって寸法だ。大穴で関西か。くじを引くのが私になると、もしおめえが呼ばれなかったり呼ばれても髪の折り方が違ってたら、俺が継ぐのはジジイの意思だけだ。めんどくせえのはお断りだな。それで俺がルール5を取り下げればルール4までが通りやすいだろ。狙った通りに獲物が動けばハンター冥利だろ。選挙対策委員は十二神全員の閣議制となり、ハンター協会会員数661名。会場はハンター協会本部ビル内。8月8日午後11時59分59秒そして8月8日午前0時投票開始。入れていいかな。意外だな。それじゃあ何しに来た。あいつはもういないよ。次にここへ来るのは再選挙の時だとか。10点、20点、95点。条件不達成により再選挙が決定しました。誰が誰に入れたか見られなきゃ意味ねえじゃん。ケチハゲ。選挙はネテロ会長が死んだから。密かがクロロと鬼ごっこしてる間にいろんなニュースがあったのさ。ゴンとキルアもありがりに参加してね。それだけは絶対に避けたい。こいつを始末したい。向こうがダメなら欠席しようって人が少なからずいると思いますよ。前会長が 95% を明言しているというのに、僕の他にも適任者はおそらくいますよ。
長引くって言ってんだろう。新前会長派の急先鋒であるチードルさんの発言とは思えませんね。どんな風に言い回そうが危険と無効は違反になんねえよ、クソカス。じゃあ演説でそう言えよ。ルールに盛り込んだら強制だろうが。パリストンと立場は違うが、危険も無効も一部例外除いて。そんなバカな理屈はまさかないわよね。ライセンスを紛失しちまったプロは10か条では保護されてても、これなら分母を減らして投票率や得票率の底上げをすることは。ギンタやクルック、ピヨンはすでに自分への票を操作してるようだけど、どこかでそう思っている私が少しいる。私は今でも間違いだったと思います。よかった、投票棄権者に名前があって心配してたんだ。とても声をかけられる雰囲気じゃなかったよ。残念だが、その友達が原因なんだ。アルカに会わせてくれ。あいつの力がいる。アルカは誰にも制御できない。それが間違ってるんだ。あれは人ではない。座ってろ。アルカが昔のままなら、アルカを助けられるのは俺しかいない。救える友達を放っておくのは裏切りじゃないの。イルミに操作されてたからなのか。アルカにお願いする時のルールは。いいよ。お前のことが父親として大切だからだ。ミツバ、ミツバ、ロックして。お兄ちゃんを高い高いして。はい、高い高い。三つおねだりを聞くと、どうしたら目が元に戻るか教えてってお願いしたら、代わりに三つおねだり聞けば黒くなる。三つばどっこして。ダメなんです、坊ちゃん。ごめんなさい、ダメなんです。どうしよう。二人同時に全く違う場所で一瞬にしてミンチになった。ヤッハー、おんぶして。はい、坊ちゃま。億万長者にしてくださいますか。操縦士や乗組員は意味不明の返答を繰り返しており、俺たちといる時は全くおねだりしないのにね。ミッションをクリアできたら、お前と恋人両方を見逃してやる。背骨ちょうだい。脳みそちょうだい。おそらく何でも叶えてくれる。しかも尻拭いはアルカにお願いを叶えてもらったやつじゃなく、アルカのおねだりを4回連続で断ると、断ったものとあの時は分かっているだけで67人死んだ。二人死ぬパターンはそれ以外に6回あったかな。他にはミルキが観光客の命と引き換えにチープなおもちゃをお願いしたのが。億万長者になりたい。二つ目は執事のヤスハ。いやー、写真くらい全然いいですよ、ムーナさん。ねえムーナ、これ食べて。え、俺の代わりにこいつ。尻拭いも執事だったから犠牲者を追跡しやすかったんだ。ゾルディック家の執事は敷地内の養成所で教育を受ける。他にも担任と戦火の教師。でもさ、クラスメイト全員好きとかありえる？
養成所の資料に最愛の人は実の母親とあった。賛成だけど、この件では少し意見が違う。恋人と過ごした時間は母親よりさらに短かった。検証に利用した。うちは執事が恋愛してる時点で死刑だし、命を失うのが二人の場合、失敗した人と。だから春日の母親は時間が短くて死なずに済んで、キルアはゴンを元通りにしてとアルカにお願いする。けどきっとキルアは手順を逆にする。誰かにお願いしてもらって尻拭いを自分でしようとするだろう。お兄ちゃんの匂いだ。それを元通りにしてというお願いは金や医学のレベルをはるかに超えている。それでもキルアは聞こうとして途中で力尽きる。元通りになったゴンも死ぬ。え？あ？キルアと君のこと？うん、そうだよ。何より僕はこのお願いの道連れは満単位だと思ってるから。ああ困るね。お兄ちゃん死んで。バン！戦闘能力はほとんどない。普通の子供だと思っていい。欠席68票、投票率 89.7%。 どういうことだ。なぜそいつらはそこまでするんだ。クルックさん、没収者のリストです。どうでしょうか。それだけで本当に大丈夫ですかね。資格の期限付き執行は全員一致で反対だったはず。まるで邪魔や障害を楽しんでいる節さえある。十二神全員で演説しましょうよ。ハンター会員みんなの前で。こんなところが死ぬほど嫌いよ、バリストン。バー！お兄ちゃん、しりとりしよう。ああ、いいよ。キルアと呼ぶのは別の何か。いいよ。なんだ、パソコン楽勝じゃん。ああ、ごめんよ、パパ。もうしないから。1、アルカからのおねだりを失敗してリセットされると、アルカが誰かにおねだりしている途中で別の誰かにおねだりが移ることはない。アルカがパパとママにおねだりしなかったのはそのためだよ。アルカが名前を知らない人物にはおねだりできない。他には何も隠してないよ。取引に誓って。また何か甘いこと考えてんじゃないの。まず友達を助けてから考えればいいことではないのか。俺たちとは思考がかなりずれてるからね。ダメだ、お願いはそこでしろ。親父、俺たちやっぱり親子だね。実は黒目の時のこいつを何かって呼んでるんだ。母親を殺せ。やり方もできたのか。親父、開けてくれ。何かは壊すのは得意だけど直すのは苦手だ。俺のほっぺにチューしろ。